秋田焼山は、秋田県の北東部に位置し、和野市と仙北市との境界にある、活火山である。直径約7キロメートルの清掃火山である。熊田区山、硫黄山とも言われている。直径600メートルの外林山があり、焼山の山頂は、外林山の南西の縁にある。低サイトの溶岩延長球が、加工亭の中央加工球を二河城と、加工南東縁にある。 主山体東側に、川火山津賀森がある。また、中央河口級である国見台から東に溶岩が流出している。山体南側には、川火山黒い森がある。秋田焼山火山の地形図山頂部には、直径700メートルほどの山頂河口である湯沼がある。湯沼は白濁しており、盛んに水蒸気を噴出し、周囲には、 岩州が立ち込めている。この沼の頭部には溝が掘られている。これは固定に沈殿した湯花を取るために安倍桃介が掘ったものである。このため大正年間にはこの沼からは水がなくなり湯花ばかりの固定が見えていた。湯花を取った後はまた溝をせき止め湯花の沈殿を待つ計画であった。1952年頃には荻原工業が 湯沼まで作動を通し、湯沼や中野沢から洋を採掘していた。当時鉱山では約200人が働いていた。成功された洋は毎月800トンほどで、作動とトラック運送で8万体駅まで運ばれていた。また、玉川工業は名残峠の西約1キロメートルまで作動を通し、38人が毎月200トンほどの洋を生産していた。 写真の山頂右下にあるのが、中央火山級である、溶岩ドームの鬼ヶ城である。その下に見える建物が、焼け山避難小屋である。鬼ヶ城情報の外輪山のへりに、名残峠がある。名残峠周辺は歩きづらくなっているが、空沼や鬼ヶ城の祈願を眺めることができる。焼け山避難小屋から脇道を移動すると、水たまりがある。 小さな河口に到達する。これが空沼で1997年など、近年の噴火が多い河口である。鉱山があった時代には、湯沼と空沼には、穴が掘られ、湯沼の水を空沼に排水するようになっていた。焼山山頂付近は、流気変質が著しく、山頂河口や山麓に、多くの温泉がある。東側には、御所崖温泉。 西側には玉川温泉があり、焼山登山への出発点、終着点となっている。五所岳温泉と玉川温泉の間にはバスが運行されており、重曹登山の際に利用をすることができる。火山性ガスによる登山者の事故が起きており、登山道以外の立ち入りは禁止されている。イオトリの湯沢全体が適温の野湯になっている欧州生伐に来た。 坂の上の田村マロは、江戸の大将である、大竹島るを、八万体で打ち取った。しかし、陶器星という武将は難を逃れ、鬼ヶ城に立てこもり、決戦を迎えた。カルデラの中に突き出た溶岩ドームは、周囲を急斜面で囲われ、その頂に立てばどんな方向から攻められても優位に、立てる。しかし力及ばず、陶器星も撃ち取られてしまったと言われている。 史実では、坂の上の田村マロはこの地には到達していない。名残峠から見た、過去この湯沼盛んに噴煙を上げている、安倍東介は、虫の湯温泉を経営する傍ら、宮川村の助役を8年、村長を15年無報酬で務めたほか、数の軍の会長などを歴任し、伝統会社を起こし、観光や農業など、郷土の交流に生涯を捧げた人物である。 彼はまた、八万体までの山道を切り開いている。八万体山頂から西北西500メートルにある、東助森は彼にちなんで名付けられた。安倍東助は、秋田焼三北北東約850メートルの、標高1228メートル地点にあった、また一鉱山の経営も行っていた。数の大里修造編、数ズでは、 マタイチの湯という名称で次のように紹介されている。常に強烈な流行線で、皮膚病または傷所等を癒しには、もってこいである。この湯に浴制とする人は、直近上の日沼から、泥用を掘るために設けられた、安倍桃介氏のマタイチ鉱山の事務所に宿泊を頼むが一番である。地は、約4000尺の高所にあり、千山満岳を足元に睨むの展望。 朝風夕日の成長、運営風呂の変化と、まさに、日本アルプス山中の小温泉に必すべきものであろう。1997年5月11日に、発生した、住川地滑りと、水蒸気爆発地質学雑誌ボリューム103ナンバー、ロプキシー・トゥエンティッチュ1997年8月16日、秋田焼山火山の水。 蒸気爆発地質学雑誌ボリューム103ナンバー9福津梅 X5 ありがとうございます